東京、川口湖号東京、川口湖号東京、川口湖号は、東京都と山梨県南鶴郡富士川口湖町、山中湖村を結ぶ中高高速バスである。乗車する際に、事前の予約が必要となる予約指定制を採用している。東京駅と富士五湖エリアを結ぶ高速バスとして、2002年3月に、東名高速道路経由で開通した路線である。 当初は1日6往復の運行であったが、後に8往復に増便、停留所の一部増設などが行われた。2010年代に入り、外国人旅行者の増加などにより、富士五湖エリアへのバス需要が増大したため、2016年3月に富士急グループが東京駅鉄工ビルから中央自動車道経由で富士五湖エリアに向かう路線を新設した。同年5月からは、 二路線を統合する形で、東京駅八泉南口富士五湖エリアを中央道経由で結ぶ路線にリニューアルされている。これに伴い、東京駅五天場駅を結ぶ路線は東京、バココン号のみとなり、廃止となった五天場周辺の一部停留所は渋谷川口湖線が継承した。東京、川口湖号の往復乗車券と富士急ハイランドのフリーパスをセットにした。 富士急ハイランドセット券を発売している。また、川口湖駅駐車場利用者には、駐車料金の割引がある。中央道経由になった東京、川口湖豪御殿場市内では、御殿場駅の市営駅南駐車場利用者に、駐車料金、2009年7月21日から同年10月26日の、毎週月曜日に限り、山中湖局日急東京駅間の早朝便を、 富士急行が運行していた。2011年10月13日から、渋滞状況に左右されない利用者の定時性、工場効果の検証を目的として、洋画 PA 洋画駅での東急電園都市線上の乗り継ぎにより、渋谷方面への運賃を100円に割り引くサービスを提供していた。なお、この乗り継ぎサービス本格実施に先立ち、2010年5月21日から、 約6ヶ月間の予定で実証実験が行われた。ありがとうございます。